サラ・ホーブス・ボネッタは、西アフリカのエグバド族の重場であった女性である。彼女は、部族間の戦争の際に孤児になり、奴隷として売られた。そして、いくつかの出来事が絡み合い、奴隷の身分から解放され、大英帝国のビクトリア女王と名目上の親子の関係になった。後に、ラゴスの裕福な慈善家、キャプテン・ジェームズ・ピンソン・ラビュロー・デイビーズと結婚した。 サラのもともとの名前はアイナと言い,い、1843年にエグバド族の村、オケイコールオダンで生まれた。1848年にオケイコールオダンはダホメ王国の軍隊の襲撃を受けた。交戦中にサラは父母を失い、最終的にダホメの王、ゲゾの宮廷に奴隷として仕えることとなった。彼女を捕まえたダホメ人たちが彼女を人身獄として、 神に捧げようとしていたところ、英国海軍のキャプテンフレデリック・イー・ーホーブスにより、助けられた。ホーブスは、ゲゾに、黒人の王から、白人の女王への贈り物としてぴったりですよと吹き込み、ビクトリア女王に与えるつもりにさせた。ホーブスは後にこう書き記している。彼女に、サラ・ホーブス・ボネッタという名前をつけた。ボネッタは、軍艦ボネッタ号から取ったものだ。ビクトリア女王は、 幼い王女の類いまれなる知性に感銘を受け、王女をイギリスの中流階級に引き上げるとともに、乗り子にすることとした。1851年に皿は、咳がいつまでも続くようになってしまった。これは、グレート・ブリテン島の気候が原因と考えられている。同年の5月、皿8歳の時に、彼女はアフリカの寄宿学校に送られた。しかしながら、幸せではなく、 1855年、サラ12歳の時にイングランドに戻った。1862年1月には、ビクトリア女王の娘、アリス王女の結婚式に招かれ、出席している。その後サラは、ビクトリア女王の最下によって、キャプテン・ジェームズ・ピンソン・ラビュロー・デイビーズと結婚することになった。結婚の準備のために、イースト・サセックス州のブライトンに、 少しの期間滞在した後、1862年8月に、ブライトンにある聖ニコラス教会で挙式した。その後ブライトンでは、モンペリエ地区のクリフトンヒル17番地に住んだ。オッドキャプテンデイビーズは、ヨルバ人の商人で、かなりの財産を持っていた。結婚後に、夫妻は、生まれ故郷のアフリカに移り住み、そこで3人の子供、ビクトリア、アーサー、ステラを儲けた。 サラ・フォーブス・ボネッタは、ビクトリア女王との親しい関係を保ち続けた。例えば、ラコスで暴動が起きた際に、英国海軍が黒人のな内立ち入りを禁じた時であっても、サミュエル・アジャイ・クローザー司教とサラは例外であった。ビクトリア女王は、サラの娘ビクトリア・デイビーズの大母ともなった。娘ビクトリアは、ラゴスの医師、ジョン・ケイ・ランドルと結婚した。サラと、娘、 ビクトリアの子孫の大多数が現在はイギリスとシエラレオネに居住している。そのグループとは離れて暮らしているが貴族身分を受け継いだラゴスのランドル家は現代ナイジェリアにおいて有力な一族であり続けているサラ・フォーブス・ボネッタは1880年8月15日にポルトガル領のマデイラ諸島の中心地フンシャルで結核のため死去した。各キャプテンデイビーズは 西ラゴスにあるイジョンという村に8フィートを超える高さの見陰石のオベリスクを建て彼女を追悼した。イジョンは彼がカカオ農園を始めた場所である。オベリスクには以下のような文言が掘り刻まれている。ありがとうございます。